はい、どうもこんにちは。これは朝日プラスですね。藤田奈々子が父やったを公開処刑、超小顔とスレンダー大人ボディだそうです。7月14日東京都府中市の東京競馬場で、東京五輪聖火レース、あ、聖火リレーか、トーチキスセレモニーを、トーチキスって言うんですよね。なんか変な名前ですよね。トーチをこうくっつけるの、なんか乾杯みたいにするやつ、トーチキスってね、言うんですよね。なんかね、気持ち悪い呼び名だなぁなんて僕は前から思ってたんですけどね。聖火リレーのラストとなる都内で新型コロナの影響により、ほぼ全地域で公道での走行は中止。そのため、府中市を含む都内5市を走る予定だったランナーが東京競馬場で点火のみをする形となったと。その中注目されたのは JRA の藤田奈々子騎手から土屋太鳳へのリレーだった。土屋は JRA のプロモーションキャラクターを務め CM にも出演していますが、アイドル騎士の、藤田とは初対面だったとのことで貴重な共演となりました。その様子は YouTube でも生配信され、トーチを持ち2人並んでポーズを取る姿は各スポーツ紙のサイトにも掲載されたのだが、競馬ファンの間である見解が話題となったと。見解じゃない、見方が話題となった。実は土屋よりも藤田の方がスタイルがいいのではといった指摘が多く出てましたと。身長は土屋が155センチ、藤田が157センチとほぼ変わらないのですが、ジョッキーということもあって体重45キロの藤田はかなりのスレンダーボディ、顔も断然藤田の方が小さく、これは完全に崩壊処刑と、土屋に同情する声まで上がっていました。その土屋も16日自身のインスタグラムでこの様子を伝えており、藤田について私より背が高くスラッとされていてとても素敵でしたと綴り、完敗を認めている様子でした。あ、見てえな、これちょっとネットウォッチャーの話だそうです。土屋は聖火ランナーのユニフォーム T シャツを胸部が大きく張り出し、バストの存在感も今回は抜群。しかしスタイル全体で言えば藤田に見劣りしてしまうのは 見劣りしてしまったのかもしれないだそう。まあ、藤田奈々子って結構ね、相当可愛いですからね、あの人ね、騎手にした。なんか男子受けするっていうかオタク受けする見た目ですよね。ああこれか。ああはい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 、これは完全に藤田奈々、同じ服なんですよね。同じオリンピック用の服を着てて、でどっちがタレントかっていうと、もうパッと見藤田奈々子の方がタレントに見えるって何ですかね。藤田奈々子の方がアイドルっぽく見えるんですよね、これね。これ知らない人がパッと見で、どっちが日本で売れてる可愛い女の子ですかって言われたら、土屋太鳳ちゃんよりは藤田奈々子ちゃんの方を選ぶと思います。もう全然違う、本当に。うん、スラッとしてるし、顔も本当にちっちゃいし、色も白いし、顔も可愛いし、完璧じゃないですか。土屋太鳳はね、土屋太鳳さんですよ、まんまです。なるほど、これが公開処刑ですね。動画も見たいな、これは。もしあれだったら見てみてください、面白いので。ではでは。